はいどうも、マニアックリポートのソルです。こちらです。塗られてる感じが柔道スカイルドモード止まったりしてたってことか。なんだろうな、何でここは完全に勉強部屋だ。あらららら、なんだこれ。完全にイカれてるよね、これ。まずモザイクかかってるからいいけど、なんでモザイクかかってんだろう。意味がわからん。うわぁ、これはモザイクかかってないぞ、これ。え？どこだ？どこ？ここ。ここ、ここ。それもダメなんだ。これダメじゃないの、これ。ダメかな。でもなんで顔にモザイクかけてんだ？わかんない。なんなの、これ。あ、そういう本のあれやね。いや、違う。ここで撮ったんじゃないの、あれ。ここで撮ったんですよ、学生が。で、モザイクかけたの。そうそう、いたずらでやったんだな。すごいじゃん、古くはないってことじゃないの、それ。ねえ、いつまで使ってたんだろうね。危ない。うわ、蛍光灯踏んじゃった。おーい、あぶねえ。これなんか怖いよ。本当に危ないよ。怖いよ。いや、今のは間一髪だった。間一髪だね。危なかった。下敷きになるところ。危機一髪ってやつだよ。, 笑い事じゃないけど。いや、何もなかったからね。まずいですよ、まずいですよって書いてあるもんだって。まずいですよ。飯田力也ナウ。飯田力也のナウ。飯田力也のじゃないんだこれ。飯田力也ナウのだと思ったの最後。じゃあここで行動もすると終わって、あと下の地下一階は全部終わったってことだよね。一階は見たはず。あと地下、下は多分さ、お風呂だけだから下から行っちゃうか。下から行っちゃうか。うん、オリックスね。男子浴室って書いてあるけど、女子がないんだよね。さっきから、うわ、意外とおしゃれな。え？え？どういうお風呂なのこれ？あ、すげえおしゃれじゃないこれ。周りがね。あ、これは面白いね。ねえ、うん。これはリラックスできるよ。ねえ、いいね。でっかいね。ちょっと いい旅館のホテル並みの、いい旅館とかホテル並みのお風呂だよね。ね、へぇ。いいね。これで終わりか、下は。下はもう終わりかな。まあ。男子ですからね、やっぱり男子浴室があるなら女子浴室も見てみたいんだけどね。でもないんだよね。あるのかな、女子は。女子はないんだよな。ないのかな。もしかしたら2階は女子とか。じゃあここから上がる？上がる。さあ、行ってみます。うん、ドラえもん大好きなのかな。ドラえもんだらけなんだけど。ティンクルティンクルマジカルチャーム。ウィンクルウィンクル。ジュエルフラッシュ。あれ？これ何のキャラ？知らない。
何なの広いぜ。まずこっちから広いぜ。広いね。どんどん進むぜ。2032014年ぐらいまで使ってたってことかな。おー、まだ新しいんだね。わかんない。2014年だってもうね、うん、5年前だからね。うん、なかなか豪華というか、埃がすごいね。うん、住んでたでしょこれ。いや違うでしょこれ。違う？多分。そのまま置いてっちゃったって感じかな。うん、電池がやばいからなるべく薪で。薪でね。とりあえず何もなさそうならどんどん突き進んじゃいますよ。うん、いいよ。どん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 して。うん？なんか面白そうなもんがあったら。うん。いいね。はい。うん、的な何かの感じとかを全く、うん、あ、女子浴室ありました。えついにありました。これです。あ、本当だ、女子浴室だ。レレレ、女子の方が少なかったんだ。すげえ、そうだね、完全にこれはもう圧倒的に女子の方が少なかった。そうだね、もう個室レベルだもんね。で下手したらさ、うん、引率の教師レベル、うん、じゃないしかいなかったんじゃない。そうだね、生徒というより。あ、そうか。残念。あ、すごい教室だよこれ。あ、教室なんでこんな土砂が入ってる。わかんない。ジャスティス。サンシャイン。来たの？ここに。ガチホモ怖いって。そりゃ怖いわ。おまんたんだよ。どうでもいいわ。いや別に悪くないよこれ。おまんたんだよ。みんなストレス溜まってる。頭おかしくなって。練習室って何？練習室って何？ねえ、特に普通の部屋だよね。教員用って言うと練習室。練習。何の演習なの？わかんない。何階まであるんだろう。3階か4階。3階だと思ってるな。演習室だけど。25演習室、うん。特にあれがないから飛ばしていこう。はい、24演習室。同じだね。一緒です。何か発見したら教えてください。はい、23円収室。ここ広いな、ちょっと2部屋だね、ここ。アコーディオンカーテン。本当だ。あ、すごい広い。
この動画が気に入っていただけたらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。はい、Twitter、Instagram もやってますので概要欄からフォローお願いします。ではまた次回、バイバイ。